スの決勝ヒートとなります。さあ、それではスーパー SS クラス、このクラスは30歳以上のドライバーが参加するクラスとなっていますので、まあ大人のクラスですね。スーパー SS クラス、スーパーなんだろうな、青春、さあ行きましょうか行きましょうか、思いつきませんでした、すいません。さあ、それではウィンターカップスーパー SS クラス、まもなく決勝ヒートが始まりますが、スタートに先立ちましてグリッド紹介をしていきたいと思います。さあ、先ほど僕と同級生ということがちょっと判明しました。ポールポジション、今日は強い走りを見せてくれています。どっちかというとね、最後に行っちゃうぜという感じなので、このままトップでゴールできるんでしょうか。ポールポジション、カーナンバー1番、昨年度ウィンターキップカップ、あ、噛みました、すいません、噛んだよ俺、大丈夫かこれ。さあ、ウィンターカップの覇者、カーナンバー1番ウェルストン荻野和久選手、頑張ってください。そして2番手、もう全国的にも有名ですね、 KT 職人とも言っていいでしょう、カーナンバー15番ウェルストン幼い雅人選手。さあ、その横には燃える闘魂、目の中に光るのは円マーク、そうJ ブラッドレーシングファクトリー代表でもある、さあこのドライバーです、カーナンバー17番山田純平選手、頑張ってください。ヘルメットがちょっとね、時代を感じます、ちょっと時代を感じますねさあ、続きましてアウト側2列目、カーナンバー4番ウェルストン島見明人選手、頑張ってください。さあ、続いてイン側3列目、5番グリッド、カーナンバー24番イメージアットゲン石谷久彦選手。さあ、行きましょう、行きましょう。さあ、続いて6番グリッド、まあ、去年のね SL 全国大会の優勝も記憶に新しい、さあ狙うはやはり頂点でしょう、ちょっとなんかちょっとしょんぼりですか、あ、余計なこと言わない方がいいですかね、じゃあそこそこに頑張っていただきましょうカーナンバー5番チーム KBF 高田亮選手、頑張ってくださいね、前目指してください。さあ、そして7番グリッド、昨年度の新東京サーキットスーパー SS クラスのチャンピオンドライバーであります、カーナンバー3番 G ビブル RT 井上芳美選手。さあ、行きましょう。続いてアウト側8番グリッド、昨年ねマックスマスターズでは大活躍してくれました、今年も大活躍間違いないでしょう、カナンバー16番アイリス&J ブラッドレーシングファクトリー堀大輔選手。さあ、続いて9番グリッド、カナンバー23番チーム KBF 桃谷直隆選手、
さあ、ヘルメットがシックでかっこいいですね。続いて10番グリッド、カーナンバー2番、チームオーガスト、原本秀信選手です。さあ、以上が上位10名のドライバーになります。さあ、続いて11番グリッドからのドライバーも紹介してまいりたいと思います。11番グリッド、カーナンバー13番、アレスゲン安藤義則選手。12番グリッド、カーナンバー8番、チームオーガスト、弓場博史選手。13番グリッド、カーナンバー22番、ガレージ会と塚田正和選手。14番グリッド、カーナンバー18番、RS ゲン加賀浩二選手。15番グリッド、カーナンバー9番、チーム KBF 篠和弘選手。16番グリッド、カーナンバー7番、ウェルストン沢井正幸選手。17番グリッド、カーナンバー21番、RS ゲン小原正美選手。18番グリッド、カーナンバー20番、ティグレ坂弘幸選手。19番グリッドの角選手は残念ながらリタイアという届けが出ております。20番グリッド、カーナンバー11番、ガレージカイト山平イエッサ選手と。さあ、以上19台での決勝ヒート、スーパー SS クラス、まもなくスタートになります。さあ、皆さん明日は仕事ですからね。さあ、冷静にいきましょう。さあ、シグナルブラックアウト。さあ、高額賞金に目をくらますことなく皆さん突っ走っていきましょう。さあ、1コーナーオープニングラップのホールショット決めた、カーナンバー1番荻野選手がここは取っていった。2コーナー少しもつれ合う、もつれ合う井上選手が2番手に上がってきた。さあ、2コーナーちょっと混乱がありましたが大丈夫でしょうか。さあ、これだけの台数が止まっちゃいました。さあ、再びね、じゃあトップグループの方目を戻してみましょう。2番手に上がってきましたのが井上芳美選手。井上選手が上がってきましたよ。さあ、オープニングラップでいきなり2番手までジャンプアップ。トップはカーナンバー1番の荻野選手、2番手井上選手、3番手にカーナンバー24番の石谷選手がつけています。4番手にはカーナンバー16番堀選手が上がってきています。さあ、堀選手がここで仕掛ける、3番手に上がる、堀選手が上がってくる。あ、ちょっと今堀選手騎馬立ち中だったかな。あ、ちょっともったいないですね。まあ、あのタイミングいっちゃうけどね、どうでしょうか。まあ、この辺はね、オフィシャルの判断になるのかなと思いますが。さあ、トップはカーナンバー1番荻野選手。荻野選手がトップ、2番手井上選手、3番手にカーナンバー5番の、あ、来ましたね、高田選手も上がってきてますよ。さあ、各所でね、ちょっとね、一つここでね、落ち着き始めたところですが、もう一バトルまだあるのかなといったところです。決勝ヒート、スーパー SS クラスも20ラップと非常に長丁場、いつもと比べるとかなりラップが多めですから、後半戦に向けての体力勝負なんかもあるかもしれません。さあ、そして一度はですね、山田純平選手も順位少し落としたものの再び上がってきてますね。再び上がってきてますよ、山田選手。荻野選手はまだキャブレターにも余裕があるのかな。少しなんかちらっとね、濃いめの白煙が見えるような気もしましたが、ちょっと気のせいですかね。さあ、トップは荻野選手、2番手は井上選手。井上選手でも荻野選手のペースにかなわないか、なかなか追いつくことは難しいか。そしてその後ろ、高田選手は3番手。さあ、この後どういう風な、ね、追い上げを見せるのか。さあ、4番手に上がったのがカーナンバー4番の島見選手が4番手に上がってきました。5番手には、お、結構上がってきたかな、原本選手ですね。原本選手も10番手スタートから5番手ぐらいまで上がってきた模様ですよ。
さあトップグループはちょっとね、少し間隔等間隔にはなっていますが、落ち着いた状況になってきたのかなというところです。さあこの6番手以降のドライバーがどういう風になってくるんですかね。さあどうやら高田選手と井上選手の順位が入れ替わりましたね。高田選手が前に出ました。高田選手が2番手3番手に井上選手と順位が入れ替わった模様です。失礼しました、石谷選手ですね。石谷選手がカーナンバー24番の石谷選手が前だったんですね。失礼しました、ちょっとヘルメットのカラーリングで僕ちょっと勘違いしましたね、すいません。石谷選手が現在3番手を走行中、4番手にカーナンバー4番の島見選手、したがって2番手を走っているのはカーナンバー5番の高田選手ですね。高田選手が2番手という形になっています。さあ荻野選手はこれはまた予選ヒートを見るかのような素晴らしい走りを見せています。さあトップ荻野選手ももしかしたらうかうかしてられないかもしれないですね。高田選手と石谷選手、この2台がじわりじわりと迫ってくるかもしれません。おそらく石谷選手もこれ不要なバトルは仕掛けないでしょうね。ペース的にはこれ、高田選手のペース速いっていうのは後ろを走る石谷選手もわかるでしょうから、ここは不要なバトルは避けてこのトップ争いに加わろうという展開かもしれません。またねその後ろ4番手を走るカーナンバー4番の島見選手の間隔も広いですから、そう考えるとリスクを考えるとここでは3番手を走る石谷選手は、仕掛けるところではないかもしれません。あとは現在5番手を走る山田選手ちょっともう一頑張りしないとダメですよ。山田選手ね、やっぱりこう僕も元店員なんで、店員が走って前の方を走るっていうのは盛り上がるんですけど、いまいちですよそこ、いまいち、ゆんぺさんいまいちですよそこだとね。もうちょっと頑張ってくださいよ。まあそうは言っても最初のあの1回オープニングラップの混戦がありましたから、おちょっとごめんなさい、トップが入れ替わってますよ。トップ高田選手対荻野選手、サイドバイサイドモナコエアピン、さあ始まりましたよ。いよいよ動きがありそうですよ。さあこうなってくるとこのね、4番手以降のドライバーもやれ前やってくれバトルっていう風に結構ね気持ちでは思うんですよね。前でバトル始まるとね、がぜん自分にもチャンスが生まれてきますからね。さあしかしながらやはり一度は前、高田選手が前出ましたものの、この黄色いレーシングスーツカナバ1番荻野選手が再び前でトップを走行中という展開です。さあ6個の動きがありそうだが、高田選手インに振ったがまた元のラインに戻してきました。
石谷選手はその後ろで、カーナンバー24番の石谷選手は不気味ですね。もうここはあえて仕掛けないで、確実にもう後ろで今チャンスを待ってる感じですね。チャンスがあれば石谷選手もこれ割って入っていくんでしょうね。さあこの高田選手の動きちょっと注目ですよ。どこで仕掛けるのかな。あ、石谷選手行きましたね。ここでさあここで行きました。さあここしかし4コーナーで切り返された、高田選手に切り返されてしまった。あ、これをやるとトップ逃げちゃうんですよね。これやっちゃうとトップ逃げちゃうんですよね。場所もね、うまいところでやらないと、再びね荻野選手を逃がしてしまいかねませんから、タイミング場所このあたりのね、追い越すポイント、大事に見定めて、この後後半戦につなげてもらえればなと思います。さあ再び1コーナーで仕掛ける高田選手が、ちょっとペース的に厳しくなってきたのかな。キャブレター触ったりなどちょっとね、少し高田選手のペースが落ちてきたのかもしれません。トップは変わらず荻野選手が守っています。カーナンバー1番、ウェルストン荻野選手がトップを守り続けています。やはりこのトップを走るこの3台は、まあ1年間去年もずっとシリーズを追いかけている3人ですからね。クラスは違えども、こういう風にシリーズを追いかけているドライバーたちはやはり走りにも安定感がありますね。年齢を感じさせない素晴らしい走りだと思います。まあ、各ドライバーね、定期的な練習も重ねているでしょうから、この辺りは面白いなと思います。さあ高田選手が6コーナーで仕掛けました。トップに立ちましたよ。満を持して高田選手トップに立った。ここはモナコヤピンもインを刺させまいとラインを封じた。うまくラインを封じていきました。トップがここで入れ替わりましたが、再びカーナンバー1番の荻野選手が1コーナーで行きました。荻野選手速いですね。このパッシングにもゆとりが非常に感じますね。さあしかしながらやはりこの気持ちの部分では高田選手のこの気迫あふれる走りというのはちょっと外から見ても感じ取ることができますね。また大人力で3番手カーナンバー24番の石谷選手は大人力発揮で静かに見守っていますなんて思っていたら、その後ろさらにカーナンバー4番の島見選手、幼い選手までこのトップグループに加わってきました。あららら、ら幼い選手がここにいるのは非常に面白くなりそうですね。非常に面白くなりそうですよ。 KT 職人炸裂するかもしれませんよ。現在ね、5番手を走るこの、カーナンバー15番の幼い選手はやはりこういう展開になってくるとがぜん強いんですよ。ここからですね、スッと、前へ前へ出てくる可能性非常に秘めております。さあカーナンバー4番の島見選手が 1つ順位を上げて3番手に上がってきました。幼い選手が4番手、5番手にカーナンバー24番石谷選手は順位を2つドロップさせてしまった。さあ残りは2周です。いよいよ後半戦、といった展開だ。さあまずはこのトップ2台、荻野選手に対して高田選手ですよね。さあそろそろ高田選手6コーナー行くのかな。先ほどからね、仕切りにさあ行った、6コーナーインに並ぶ。さあ絶妙なタイミングか、はたまたクロスを仕掛けられるか。さあここはクロスを仕掛けられた。ああ、さらに島見選手も行く。さあ島見選手も入っていった。さらに幼い選手も狙っている。いいですね、青春ですよこれ。スーパー青春、なんだろう、もう一個 S、 ここね思いつかないですけどね。昭和選手、うまい、うまいこと言った。スーパー昭和選手、これ僕が言ったことにしましょうスーパー昭和選手、いい案だな。あかねちゃんありがとうね、さあどうなるかな。これはもう荻野選手固いかな。2番手には島見選手、いやこれはかっちりと守った、かっちりと。お、山田選手も行った。ここ最後の最後行った
さあ優勝は2年連続カーナンバー1番荻野和久選手が持ってった。2番手には島見選手、チーム員同士嬉しそうです、嬉しそう。3番手にはカーナンバー15番カーナンバー15番の幼い選手、 KT 職人さすがです。4番手にカーナンバー17番山田純平選手が最後滑り込みましたね、滑り込みました。さあ荻野選手嬉しそうです、声がここまで聞こえちゃってますよ。いやこれは嬉しいでしょうね。皆さん聞いてください、なんとウィンターカップ2年連続スーパー SS クラス優勝ですからね、大変素晴らしい走りでした。さあじゃあさあやりましたね、2年連続ですか。あ、はい、ありがとうございます。超嬉しいですか。いやすごい嬉しいですすごい、もうだってピット入ってくるところ声がふわーって聞こえましたからね、すごい嬉しそうでした。まあ率直な感想。いや本当嬉しいです、やっぱりうちの幼い選手と山田選手が後ろだったんで、ものすごいプレッシャーだったんで良かったですと。今日まあね、一日通してなかなかギリギリだったと思うんですが、優勝した今日の秘訣は何だったんでしょうか。なんですか、まあよく練習したってことじゃないですかね。はい、やっぱり練習の賜物ですよね。はい、ああいや本当素晴らしい走りでしたが、これ賞金ゲットですね、どうするんですか。あの請求書がもうお店からちゃんと来てますんで、はい、大丈夫です。支払いですね。あ、まあとりあえずでも優勝ビッグマネー掴みました、おめでとうございました。皆さん大きな拍手でお願いします、おめでとうございます。